アウレルブライクアウレルブライクは、ルーマニアの技術者、発明家、初期のパイロットである。当時、オーストリア・ハンガリー帝国であった、トランシルバニアのオラシティエ近くのビンチン地で生まれた。シビウで学んだ後、ブダペストの工科大学、ミュンヘン工科大学で学び、1907年、工学士を得た。ドイツ・リュッセルスハイムのオペルの工場で働いた後、故郷に戻り、 グライダーを組み立てて1909年の夏に飛行した。その年の年末にブカレストに移り最初の航空機ブライクアイを組み立てて1910年6月17日に初飛行した。1911年に制作されたブライク2で1912年のウィーン近くで開かれたアスパーンエアーショーで当時の42人の飛行家と競い、 正確な着陸を競う競技などで、7500クローネの賞金を得た。参加者には、ローラン・ギャロスもいた。1913年ブライクツーで、カルパティア300を超える飛行に挑戦中にクンピナ、近くで追試した。その短い障害の間に3機の飛行機を製作した。中カウルに似たカウルで覆われたエンジンからチェーンで、同軸に配置された2機のプロペラを駆動し、 干渉機構のついた3車輪式の着陸装置が取り付けられた。ブライクが死んだ時、マルコーニ無線会社が無線の実験のために注文した複座の単用機部、ライク3は製作中であったが、友人たちが完成し1914年に何度か実験が行われたが、得意な操縦機構のため実験は進まなかった。1916年にブカレストが ドイツ軍に占領されるとブライク3はドイツに運ばれた。1942年にベルリンの航空展覧会に展示された。記事であるビンチンツィは現在は彼の名を取ってアウレル・ブライクに改称されている。また、ブカレストのアウレル・ブライク国際空港も彼にちなんで命名されたものである。また、ルーマニアで発行されている50例紙幣に肖像が使用されている。 ありがとうございます。